Vintage 289番だね。I had no sooner sat down to read the newspaper than the telephone rang ですね。非常にこう、ちょっと難しいかなっていうには、印象はあるかもしれないけど、実はすごく単純な構造で。で、その前に質問としては、脳が使われているのになぜこの意味になるのかということ。いい目の付けどころですね。双子が後ろで遊んでますね。はい。まずは sooner。sooner は、これ自体により早急にっていうふうにね、意味がついてるんだけども。で、そしてこれに no が、要素が入ってくる。no sooner ということは、より早急に、つまりこれを完全に消してしまう。要はもう時間が全くないということで、次の動作とほとんど時間がないということなんでね。つまり今回は座ったと座るのと次の電話が鳴るっていう動作に対して間がないということね。あ、双子がちょっと静かにしてもらわなきゃいけないから。はい、静かにする。はい、お兄ちゃんお姉ちゃんたち聞いてます。はい、ということで、この2つの動作に対して時間がないと。いうことなんで、ね、で、no sooner というのはこれ副詞で使われている no sooner はね、で、than の方は何だと思う？もちろん接続詞で使われているんだけど、多分みんなが腑に落ちないのは than っていうこの使われ方だと思うんだよね。ということで今日は質問は no だ、no の方の焦点だったけど、than の方の解説もしていこう。Isn't hardly when の説明をしたと思う。覚えてるかな？ I had hardly gone to bed when the telephone rang. このセンテンスね。つまり、ベッドに入ろうとしたら、というか、入ったら、こんな感じ。ね。で、when の方は、わかるよね。この使い方はいわゆる口語的な使い方なんで、さっきの no sooner というのはこっちよりもちょっと書き言葉っぽいのね。これが違いがあるんだけど、さあ見てみようか。I had no sooner sat down to read the newspaper. To read the newspaper 消します。ちょっとね、画面上に入らないから。で、 no sooner はつまり、ビジュアライズするとこういう形にはなると思うんだけど、 no sooner、 これはさっきの hardly が入ればいいよね。 hardly がね。で、この them、もちろん hardly when という形でいいと思うんだけど、今回よく考えてもらいたいのはこの them はね、実はどんな言葉で変えることができるのかということなんです、ね、than というのは何々よりとかっていう比較で使うときがあるよね。まあそれがもうみんなには染みついてると思うんだけど、実はこれと語源が一緒のものがあるんです。それを代わりに使うと腑に落ちます。この than の使い方っていうのはよりフォーマルな形なんだよね。で、さっきも言ったように hardly when の方が使い方的には口語的、喋り言葉で向いている。 no sooner sat down to read the newspaper than the telephone rang というのはよりフォーマルな形になると思う。さあ何だと思う？ than と同じ語源。hardly 入ります。もう一つここに、ね、置き換えて入れるものは実は then なんです。 than と then の形っていうのは、あの単語っていうのは実は語源がねほとんど一緒なんだっていうか、一緒なんだわね。で、実際にこの現在のようにね、携帯上のこう区別が明確になったのは結構新しい1700年頃だったと思うんだ。これもね、僕が習った時だったから、結構前だね。だから then というのを置き換えて考えると、座った、そしてテレフォンラングしたというふうに形でいくとスッと入ると思うね。ただフォーマルな形何度も言うけども、フォーマルな形ではこの文法の方がきちっとしているので、
こういうふうに覚えてください。No sooner than this。No sooner when とは使いません。はい。Hardly when は使いますがね。はい。ということで、青のところ、then というのはたまたまごあのそういった語源の要素を考えて置き換えると、then の方でいくと理解ができるよという解説でした。わかったかな？さあ。それでは289のところのこの例文は何度も何度も音読してちょうだい。そして当地の形 No sooner が前に出てくる形もありますから、その形も何度も音読してちょうだい。 Alright, talk to you soon.